今回のチャルロスだえ。悲しみのない自由な空へ。ご機嫌。ハリー・ポッター。すごい、ドビーだ。あ、こっち、こっちクマ。さあ、残り10秒。クマ好きじゃないですよ。クマじゃなくてもメンタルだよ。そう、全くその方が。じゃあ、回答で揃いましたか。はい。今、私の願い事が叶うならば、合コンがしたい。めちゃ大きな胸の女性に好きと言われたい。悲しみのない自由な空へ。翼温めかせ、行きたい。はあ、悲しいえね。わちもああいうイベントに呼ばれたいえ。海は広いえね。海の声が聞きたくて、なーなーなーな。ごきげんよう。こんにちはだい。海を見てらっしゃるんですか。そうだい。なぜこんなところで海を。合コンを見に来たけど、予想以上に楽しそうで泣いたい。あっちで黙って見てるより大海原さんと喋った方が楽しいかなって。大海原は私たち人間の心の全てを包んでくれますからね。そうだい。いつでも私たちの心を洗ってくれるのは大きな波だい。てて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 。あなたは何をしているんだい。私も合コンを見に来ました。そうなのかい。見なくていいのかい。それよりも興味の対象が新たに移ってしまいました。なるほどだい。後ろから双眼鏡で覗いていましたら、あなたの姿が見えまして。わちは誰かわかるかい。あなたと会うのは初めてじゃないですか。初めてだい。クロロロロロだい。クロロロロロ。一つあんたに聞きたいことがある。何でしょうか。サシでやったらあんたと俺どっちが強い。肉体をもってすればあなたの方が強いでしょうね。なるほどだ。あの、すいません、拾えなくて。わ、はい、からないかい。ちょっと気出しましたね、今。見たことないかい。ぶっ込みましたね、今ね。私ちょっとそれ、一周していないジャンルなので。なるほど、通ってないかい、はい、じゃあ次だい。心折れないな。やってない。黒じゃない、白。だいぶ急に難易度下げてきましたね。あ、もうダメだと思ったのかな。わかりました。いや、わかりました、わかりました。これわかるんですね、はい、もうそれにしか見えないですね。じゃあ次。あ、まだやるんだ。でも楽しくなってきました。もうこれむしろ合コンより楽しいかも。お、ほじきくん、君はやっぱり卑怯者だね。僕の鉛筆がなくなっちゃったんだ。誰か知らないかい。ちょっと家が燃えてそうな声してますけど、ね、大丈夫でしょうか。これ、あんま分かんない人結構いるんだよね。いや、そうですか。これはいけますね。あ、これ、もしかしてこれ探られてるな、これ。楽しみになってきましたね。ディアブルジャンプ、ナミさん、ロビンちゃん。すごい。コリエシュート。あ、その角度、その角度、その角度すごい。あ、めっちゃ、あ、正面見るとすごい、なんか、がっかりしてしまう。あ、これ分かるんだよね。じゃあ、It's me!マリオ。わ、すごい。これはすごい。これはハリウッド版。
あれです、30年くらい前に映画化されたハリウッド版のマリオだ、これ。ママミーア、ハンターが放出された。あはは、ハンターのナレーションの方なんですね。本人の声じゃなくてね。まあ、CM の後、逃げ切れるか。いかんせん、あれだ、汎用性の低い顔の形なんだよな、これ。そうだね、顔でかすぎるんだよ。ハリーポッターわかるかい？ハリーポッターわかりますよ、私。ちょっと。まあ、スピンオフは見てませんけれども。わかった、じゃあチューニングする。ハリーポッターあなたは魔法学校へ行ってはいけない。ドビーは悪い子、ドビーは悪い子。すごい、ドビーだ。私め、屋敷奴隷のドビーでございます。ドビーは自由な妖精でございます。戦う妖精でございます。これはちょっと私これ感激してしまう。テンション上がるかい、これ。すごい、これ私今日一です、これ。うわぁ、すごい、ドビーに見えてきた。そういう方なんですか？大道芸人さんですか？いや、違うえ。あ、違うんですか？アンブレラだい。あ、アンブレラさんですか？そうだ、アンブレラのチャルロス・セイだい。チャルロス・セイさん、あ、そうですか。あ、私、ドクター・ギガと申します。科学省に行ってます。はじめましてだい。はじめまして。そうですか、では、レリアさんを見守りに来たんですか？あ、そうだ、レリアとクマちゃんを見守りに来たい。あ、なるほど、なるほど。そうだい。あ、それは親心ですね。まさかこんなところでネタを披露するとは思わなかったよ。もう私、合コンよりも、もうあなたの方に夢中になってますから。よろしくだい。だ、よろしくお願いいたします。何をしてる人なんだい？私、科学者をしておりました、ね。科学者なんだい？IQ が5兆あります。はい、すごいぶっ飛んだ数字だよね。ありましてですね。なるほどだ。人の心をですね、洗脳する電子ドラッグを作っております。あ、まあ、結構危ない人なんだよね。まあそうです、マッドサイエンティストです。あ、なるほどだよ。でも、ちょっとあなたの脳が耐えられるかどうか分かりませんが披露いたします。この町では着信音として、それを流通させておりますが、その実本当は電子ドラッグ。はい、着信音というのはですね、誰かの着信音が鳴れば他の住人がそれを耳にすることがございます。耳からその脳を侵食し中毒にさせてしまうという危ない、そういった電子ドラッグお見せいたします。まずカムカマダさんにお作りした電カムカマダカム仲間という曲お披露目いたします。セッツ。カマダさん、お電話です。もう静かにピーチするけど。カマダンナカマカマカマダンナカマダンナカマダンナ。すごいえ。すごいえ、そんなの作れるのかい。そうです。え、すごいえ。なんで私たちこんなところで特技の見せ合いをしてるんだよ。すごい、確かに脳みそに残る絵。そうなんです。これをですね、ずっと作り続けております。まあ、この町の人間は着信を作る人として認識した、されておりますけれども、その実は私はこの脳を、ね、支配する電子トラックを作っているのです。すごい人だい。はい、ありがとうございます。ちょっと、いきなりそんな、なんてクオリティのものを見せられたら、ちょっとびっくりが勝っちゃう。いや、私からしたらもう、さっきのモノマネも相当でしたけれどもね。まだまだいっぱいあるえ、モノマネは。私もまだまだあります。おお、いつか見せ合いするえ。そうですね、まだまだお互い武器を隠し持っているということでしょう。確かにそうだい、全部出しちゃダメだい。ちょっとすごい人に会った気がするえ。こちらこそです、それはお互いなかなかあれでもやりますね。そろそろ合コン見に行くかえ。じゃあ見に行きましょう、見に行きましょう。はい、盛り上がっちゃったえ。盛り上がってしまいました、ね、まさかこんなことになるとは思ってません。